ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で今回ご紹介させていただくお車がなんとこちらです。はい、はい、BMW M6 M6 です。はい、前回のアルピナに続いての、そうですね、はい、はい、6シリーズ6シリーズつながりで、はい、でちょっとアルピナとの違いなんかも、はい、まあまあそうですね、触りながらちょっとお伝えしたいかなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、でこれボディカラーすごいですね。これそうですね、はい、はい、フローズングレーでいいですか。はい、そうですね、はい、オプションカラーになります、ね、まあマットシルバーですかね。シルバーというかグレーグレーな感じですね、まあ、すね、はい、はい、ツヤなしな感じで、ね、はい、もうこれも、うん、非常に珍しい、はい、うん、色になります、ね、インディビジュアルのカラーなんですよね。インディビジュアル、そうですね、インディビジュアルですね、はい、はい、で価格も結構するんですよね、これにするだけで、はい、すごいっすねこれ。最近なんかこうプロテクションとか、はいはい、あとラッピングなんかで、はいはい、こう、まあまあ、ちょっとマットなカラートレンドですけど、はい、これはまさかのこう、うん、ペイントっていう、ね、ペイントですね、はい、はい、まあ、ちょっとね若干ドイレとかにはちょっと気を使っていただく部分もありますけども、まあでもそうこういった専用のコーティングとかも出てる、ね、今あるんですよね、ありますからね、はい、はい、であとマットに貼れるプロテクションなんかもあるんですよね。ありますね、はい、なんでまあちょっと工夫次第でいろいろできます、はい、全然あの工夫、ちょっと手を加えていただければ普通に乗っていただけることができますので、はい、はい、そしてこれマットって意外にこうプレスラインしっかり出るんですね。出ますね、はい、ボンネットなんかとか、ね、ちょっとなんかね、かカメラはカメラでちょっとなかなか伝わるかどうかあれなんですけど、はい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 、ちょっとまたちょっとグロスと違った感じの濃淡の出方をしてますね、はいはい、なりますね、はい、でもそこら辺もちょっと細かく説明しながらちょっと外のカットとかも撮りながら、はい、感じていただければと思いますね、はい、はい、で前回りから見ていくと、はい、今回のお車はこれ後期っていうことで、そうですね、後期型になります、はい、まあ、一応その大きな見分け方、はい、としてはライトの部分ですね、はい、まあ、前期というか前の形になるとここがまっすぐにこういうラインになってるんですけど、はいはいはい、ここはこういうくぼみになっているところが一応、はい、見分け方の一つの大きな違いですね。なるほど、はい、中もちょっとだけデザインが違う、ね、ちょっと変わってますね、はい、なるほど、そこら辺での見分けが私たちがパパッと見て前期後期っていう形で見分けたりはしますね、はい、であとはグリルもこれも一応変わってますね、はい、パフォーマンスグリルが、まあ、あのドレスアップの定番ですよね、はい、あの黒くこういう形に黒いグリルと、はい、M6 のちっちゃいロゴと、はい、なるほど、こういう形になりますね、まあ、フロントの方はまあ、はい、バンパーも M6 専用 の、 このエッジの効いた、はい、はい、デザインですよね。デザインになります、はい、そして僕下見でちょっと気がついたんですけど、はい、下にこのゴムのちゃんとベロついてるんですね。そうですね、はい、なるほど、こういったところもしっかりと考えられたスクリーンになってますね、はい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 、で今回一応コンペティションパッケージという形になってまして、はいはい、新車で126万円か26万円、はいはい、の、 オプションになります、はい、でまあ、何があるかっていうのは馬力がまずアップしてる、はい、575馬力までアップしてるということと、はい、あとは専用のサスペンのセッティングとハンドリングのセッティング、ね、はいはいはい、あとはマフラーがちょっと黒くなってるっていうのがありますね、はい、じゃあよりスパルタンなちょっと感じになってますね。そうです、のセッティングが施された車になりますね、はい、このホイールもここに回ってきて、はい、ホイールがコンペションパッケージのホイールになります、はい、でこれなんか天面ブラッシュドでなんか、うん、一見するとなんか車外からっていうぐらいなんかちょっとスタイリッシュなデザインですけど、はいはい、そうですね、デザインになります、ね、なるほど、これブレーキすごいですね、やっぱり M といえば、ね、はい、はい、まあね、オプションでカーボンのもありますけど、はい、カーボンじゃなくてもしっかり止まるので、はい、まあ、こういうデザインなんでやっぱりこういうキャリパーも大きなキャリパー入って、ものすごい大きい6ポットの、はい、対抗6ポットのキャリパーとドリルドの、はい、はい、ドリルドのローターだとやっぱりなんかこうスポーツって感じしますよね、うん、しますね、やっぱり、はい、で前回のアルピナだとやっぱり650ですか、はい、ベースなんで、はい、まあ、プレーンのローターで、はい、ちょっとあんまり主張しない感じのブレーキだったんですけど、そうですね、はい、まあ、今回も、はい、もうドヤっていうこうスポーツカー止まりますよっていうブレーキですよね、はい、なりますね、かっこいいですね。そして横のこのサイドのウインカーも専用のものになるんですよね、はいはい、この光る部分がちょっとこうシュッてなっててこうスタイリッシュな感じの、はい、なってます。で横これもミラーも、はい、オプションのエンパフォーマンスの、はい、結構定番ですよ ね、 すね、ミラーカーボンの、はい、入ってますね、はい、結構するんですよね、うん、5万、そうです、まあまあまあ、はい、でもカーボンって言ったらまあこんなもんかな、ここの面積左右で5万円って僕的にはうわ高っって感じなんですけど、はい、結構でも他の例えばその何だったっけ昔、はい、RA とかなんかかな、はい、すごい高かったけど17万以上もっとしてる、あ、そうなんですか、うん、まあ、だからまあ5万って聞くとなんか、まあ、まあまあまあでもいろんな高いのありますし、うん、マンソリーとかだったら多分 もっとするんで、そうですね、はい、そう比較するとちょっとこう、はい、リーズナブルかな、比較的あの、はい、M パフォーマンスってそういったところすごいちょっとまあ
優しいというか、つけやすいパーツの設定になってます、ね、定番ですけど、すごくかっこいいですよね、はい、そこら辺はすごいおすすめのパーツですね、はい、純正のところで、まあ、あとは流れ、はい、横は別に特に、はい、でもこの枠とかも黒くなってるんですね。カーボンルーフとかもやっぱりその、はい、標準にはなりますけどね、はい、カーボンルーフもちゃんとこうプレスラインの入ってる、はい、入ってますね、はい、めっちゃスポーティーですよね、はい、でこういう流れで来て、はい、横ですね。でこういったところも、はい、でこのサイドからつながるテールランプにつながるプレスラインと、うんうん、トランクにつながるこのプレスラインと、やっぱクーペはやっぱり綺麗ですよね、はい、綺麗ですね。6シリーズかつてはそのね一番美しいと言われた、あ、そうですね、世界一美しいクーペでしたラインと言われたので、はい、マット全然本当になんか違いますね。車の形が違く見えますね、うん、車はそのなんていうんですかね、はい、M6 っていう感じじゃなく見えちゃう感じもありますよね。そして後ろに回っていくとこのスポイラーも M の、はいはい、スポイラーなんですかね、ついてますね、はい、この辺もスポーティーですね。またこうマフラーさきた、あ、なるほど、黒いものになってて、あとここもカーボンが入ってるの、これ M パフォーマンスが入ってますね、はい、ディフューザーもなんか社外じゃないのっていうぐらいなんかちょっとこうエッジの効いた、はいはい、アグレッシブなデザインですけど、だコンペーションパッケージも入ってて、はい、サイドミラーとフリント、はい、フロントグリルと、はい、あとこのディフューザーが入ってるんで、はい、一応基本的に外装で純正的なものっていうのは結構ふんだんに入ってる車になりますね、はい、いや同じ車なのになんか全然違く見えますね、もう本当にスポーティーさがこうにじみ出た外観ですね、はいはい、一回見ちゃうと忘れられない感じですね。そうですね、はいはい、インパクトがかなり強めな感じですね、はい、あると思います、はい、ちょっと続いて内装を見てみたいと思います。うわすごいっすね内装これ、うん、これなんかレザー、全部レザーのパッケージ入ってるんですか、はい、フルレザーですね、はい、100万弱のオプションの、はい、かなり中古市場だと結構珍しい、珍しいですね、はい、パッケージで、はい、でもドアなんかも全部レザーっていう、こうステッチの入った、うん、入ってるところですね、真ん中が赤いレザーで、あ、ここちゃんとカーボンのプレートというか、はい、もうついてる、あ、下もこれレザーなんですね、レザーですね、すごいちゃんとステッチが入ってて、そしてこれハーマンカードもついてるんですね。そうですね。で運転席これシートもすごいですね、真っ赤っかです、真っ赤ですね、はい、でもその色の赤も真っ赤っていうちょっと、あ、そうですね、色がねちょっとこう落ち着いた感じの、落ち着いた感じの赤のライン、ね、はい、発色がこう強い感じじゃなくて、はい、ちょっとこうワインというか、はい、落ち着いてる感じしますよね、で意外にこうパンチングとか使ってないんですよ、はい、なるほど、ちょっとしっかりめのレザーな感じで、横のこのなんていうんですか、このシートの カバーの部分というか、うん、この辺も全部赤なんですね。そうです。でスカッフプレートはもちろん M6 の、はい、であとはその内装も、はい、ね、パネルとかもカーボンだったり、はい、このシフトのところも、うわーすごいですね、改めて見るともうカーボンだらけですね、うん、内装もで本当にスポーティーなスクリーンになってますよね、はい、そうですね、ダッシュのパネルもカーボンですし、でここら辺のラインがね、こう、はい、そしてダッシュボードも全部レザーなんですね、レザーなんですね、すごい、だってね、はい、いい金額のオプションはついてないですよね。そうですね、はい、でこれ見てもらうと、はい、ノーマルを見ちゃうと、はい、全くその違いが、あ、なるほど、感じてもらえる感じです、はいはいはい、比較するとよりこう違いが分かる感じですね、はいはいはい、でもレザーはレザーですけど、この前見たアルピナのレザーとこのレザーってまた違いますでしょ、またちょっと違いますよね、違いますでしょ、はい、なんかちょっと方向性が違うというか、うん、どちらも高級なんですけど、ちょっとそのレザーの厚さだったりだとか質感だったり、ちょっと方向性が違う感じの、なんかしっかりした感じのレザーが使われてますよね。ちょっと乗ってみたいと思います。はい、よいしょ、うわ、あ、なんか意外にタイトじゃないですね、うん、タイトじゃない、はい、なんかもっとタイトなシートかと思ったら意外に、はい、ゆったりな感じ。そしてシートの調整の幅はかなり広めです。いろんなとこが調整できて、メモリーもついてます、当然。そしてこれペダルいいですね、うん、もう本当に2ペダルのマニュアルっていうのにふさわしい、このちっちゃいブレーキと、そしてこのフットレスト、ステンのプレートか、はい、この辺もなんかめっちゃ高級感あっていいですね。足元かっこいいですこれ、はい、そして、まあ、基本的な部分に関しては前回ご紹介したアルピナと同じですかね、はい、でもこれピラーがちゃんとアルカンターラで、バイザーも全部アルカンです、はい、
わすごい。そしてこの辺も前回お伝えしたアルピナと同じ感じですかね、まあ、BM ですからね、必要なものは全部ついてる感じで、作りは同じなんですけど、中のその、はい、あのなんて言いましょうか、モニター、はい、BMW のそこの中身は変わってますね、はい、ああなるほど、はい、中身って言ったらいいのかな、はい、システムとかは変わってますね。でメーターにちゃんとこの M が入ってて、はい、でパドルがやっぱりちょっとスポーティーな感じの、スポーティーですね、はい、アルミのしっかりしたパドルがついてます、はい、でステアリングもマルチファンクションとか、はい、クルーズコントロールとかその辺しっかりついてございます。ハンドルもスポーティーですね、スポーティーですね、はい、そしてこのステッチかっこいいですよね。M は3色ですか、3色2色、はい、この青と赤のステッチと、シフトもいいな、これいいですね。でこの辺がモードの切り替えですよね、ステアリング、ね、足回り、はい、これカメラと、はい、これシフトのタイミングでしたっけ。そうですね、はい、で電動のサイドブレーキと、そしてドリンクホルダーと、はい、でアイドライブのコントローラーと、これ本当は灰皿なんですか。灰皿、そこはそうですね、はい、この辺もちゃんとレザーが、はい、そしてこのコンソールも、センターコンソールも、なるほど。そして後ろにはもう小島さんが、はいはい、乗ってます、はい、基本的な寸法は一緒ですもんね、まあ、同じですね、変わらないですね、はい、シートのあれですか、形もいや変わらないですね、ほとんど同じですかね、うん、同じですね。レザーの質感がだいぶ違うんで違って見えますね、うん、はい、ここのこっちもここもレザーで、なるほど、でここにカーボンが、はい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 、ここすごくないですか、ここすごいです。リアのそんなところにもカーボン使われてるんですね、はい、入ってますね。屋根くる、屋根ってここ天井黒いとすごいですね、こう閉まって見えますね、閉まってる感じで、はい、はい、まあ、まあ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 です、はい、なるほど、はい、リアのこれも一緒ですか。同じ同じ、ここも同じですね。あ、じゃあその辺は一緒なんですか、ね、はい、これも大体同じです、はいはい、基本的には変わらないです、前のスペースがこれだけのスペースで、はい、私の足に拳1個が入るぐらい、あーなるほど、まあ、ゆったりではないですけど、はい、まあまあ乗れるかな、乗れるかなって感じです。なるほど、こんな感じの内装でございます。いや、いいっすねこれ、カーボンのすごい高級感ありますよ。そしてこの下もちゃんと全部レザー張りなんですね。実際ね、こうやって乗ってもらって見てもらうと、はい、やっぱその高級感っていうのを感じてもらえると思います ね、 質感がやっぱりまたアルピナと違った高級なオプションの感じです。そしてこれソフトクルーズも全部ついてるんですね、はい、標準です、ソフトクルーズ。あ、標準なんですねやっぱり、うん、いいね。ちょっと続いてトランクも見てみたいと思います。トランクも基本的には全部一緒ですよね。同じです、はい、はい。よいしょ、はい、いつも毎回やりますけど、まあ、まあしっかり詰める感じですね、はいはい、十分スペースがあります、まあ、これだけ大きいボディサイズですからね、はいはい、ただまあ結構な容量ありますね、うん、容量ありますトランク単体で、はいはい、よいしょ。これ自動で閉まるやつ欲しいですね。あ、そうね、はい、そして当然ソフトクローズもないんで結構よいしょって。なるほど、やっぱり同じところもありつつ、うん、違うところもありつつ、はい、うん、似て非なる車です、ね、そうですね、はい、まあ、で乗り味はもう全く違いますからね、はい、あ、なるほど、ちょっとその試乗が楽しみなんです、はい、そうですね、はい、ちょっとこの後、はいはい、そしてボンネット最後見てみていきますか、はいはい、ちょっとボンネット見てみたいと思います。こちらのエンジンは、はい、ド迫力、はい、わ、すごいエンジン、V8 の 4.4 リッター、はいはい、ですね、575馬力ですね、はいはい、普通の M6 よりちょっとパワーアップしてる、はいはい、コンペティションパッケージなんで、はい、ちょっとパワーアップしてるエンジンです、うん、そして水冷のインタークーラーがドカーンと、もう最近 V8 ツインターボのもうなんか定番のレイアウトな感じ、うん、なんかメルセデスの63系のエンジンもこういうレイアウトで真ん中にこうボーンってタービンがあって、もういかにもこうパワー出てますよっていう感じの、はい、はい、本当に見せる作りしてますよね。そうですね、うん、はい、でも意外このエンジンのカバーとかはシンプルな感じなんですね、はいはい、もうなんかもっとこう主張のある感じとか、カーボンとか赤とかあるかと思いきや、はい、これまでバーってなんか
カバーしちゃっても、うん、まあ絵になりそうな感じ、いい感じなんですけど、あえてやっぱこれ見せてるっていうのがやっぱりちょっと BMW 流らしいかなっていう、まあ、個人的な意見ですけどね、はい、感じはしますね。まあ、構造上にできないのかもしれないですけど、かっこいいなこのエンジン。ベース車両が違うからアルミナと本当に全然違いますよね、エンジンルームも、うん、そしたらちょっと点灯周りを見てみたいと思います。お願いします。はい、あ、これがスモールですか。はい、これがスモールですね。でロービームが、はい、この中が光る感じですね。はい、でハイビームはそれぞれ下も光る感じで、ウインカーがこの上の部分が、これ下もなんか反射して下も光ってるように見えますね。で当然 M なんでフォグランプだったりはないと。あ、これ横のフェンダーのところもかっこいいっすね、ウインカーの光り方。ありがとうございます。続いてリアも見てみたいと思います。お願いします。あ、スモールはこう2段で光ってこの横がつながってる感じですかね。でウインカーはちょうどこの外側が LED が光る感じです。でブレーキはこの外側のこの部分とハイマウントですかね。でバックがちょうどこのトランク側のここが光る感じですね。あ、でバックフォグは右だけですかね、あ、両側ですかね、トランクの内側が光ります。ありがとうございます。いい音してますね。はい、ちょっと続いてマフラーの音も改めて聞いてみたいと思います。お願いします。いや、すごかったっすね、はい、音めちゃくちゃいい音してましたね。でも実際走ってみるともっといい音するんで、はい、これから試乗に行ってみたいと思います。じゃあ行きましょう。一応これでカメラ、あ、そうなんですね、うん、じゃあこういうまさになんかちょっと出て見えないなっていうところも、うん、はい、こういうカメラでできるんですね。ピッとやれば、あ、なるほど。あ、じゃあ快適装備も、まあ、当たり前ですけど充実してるんですね、はい、いつもこうちょっと試乗楽しくなっちゃってこうカメラワーク忘れちゃうんですけど、はい、ちょっとなるべく、あの、難しいよね、それ撮るの難しくない？難しいですよ、だって GoPro だと映ってる、どう映ってるか分かんないですけど、だいたいなんかレンズと目が合ってれば OK って言われてるんですけど、慣れだよね、だいたいちょっとこう試乗楽しくなっちゃって忘れちゃうんですよ、ね、ただこう車両紹介の動画じゃなくて僕が楽しむ動画になってるっていう、はい、とりあえず一発最初コンフォートで、あー、モード切り替えですね、うん、コンフォートで、ちょっとモード切り替えも乗ってると忘れちゃうんですよね、楽しくって、うん、はい、まずコンフォートで、コンフォートでいきます、はい、普通のドライブでシートベルトもクイックイってこう引いてくれた感じで、はい、わ、まずもう全然音違いますね、これ違う、うん、はい、もうガンガンこうマフラーの音入ってきますね、うん、ただその入ってきちゃってるっていうよりかはなんかこう演出された感じで入ってますね。わ、そして足やっぱり結構しっかりしてますね、うん、コンフォートでもなんか剛性高い車に乗ってる感じの、うん、しっかりした感じが、ちょっとじゃあ、はい、重点エリアです。スポーツプラス、はい、スポーツでからいきますか、はい、うん、ちょっといろいろ切り替えてみたりして、はい、スポーツでいってみますか、はい、引っ張る感じで、そして中やっぱり全然違いますね、うん、あの白というかベージュの内装とこの赤黒の内装で、うわあ、ちょっと右方向レベル3取り締まりエリアです。わあ、スピード注意取り締まりエリアです。ちょっと全然変わったでしょ。全然違いますね。うわあ、当たり前ですけどこれ別の車ですね。別の車、はい、でもそんなに嫌な硬さないもんね。そうっすね、うん、ちゃんとこうチューニングされてる。わーわーわー、いいな、これ音いいっすね、すごい。おー、シフトもすごいダイレクトに入るんで、そしてパワフル、うん、
いや音いいな、全然スムーズに入りますよ、はい、3速4速、はい、取り締まりエリア内です。なんか本当になんかスポーツカーって感じですね、うん、スポーツカーって感じ、はい、まあ、4速ですけど、はい、全然、トルクもなんかすごいですね、70キロぐらいあるんですよね、うん、70キロあるの、だもう今もう本当に今2割、はい、2割しか踏んでない、はい、1.9 トンぐらいでしたっけ、うん、はい、まあまあなこう重量ボディですけ ど、それでもグイグイこう前に出る感じですね、だからすごい、でもトルクで押すような感じの感覚じゃないよね、はい、走ってて乗ってても、なるほど、あっという間に終わっちゃう試乗コースみたいな、そうっすね、感じだよね、いやこれはちょっと高速乗ってみたいです、うん、高速乗ってグイッとこう出るのをちょっと感じてみたいです、はい、仲いいな。ここでね、はい、SMG のやつです、はいはい、ここでドライブとオートマと、はい、マニュアルと変えるので、はいはい、なるほど、こうマニュアルにしてパドルで上げてってもいいし、はい、いいし、はい、ドライブで走ってもいいし、はい、なるほど、こんなに違うんですね、うん、まあ当たり前ですけど、この音の演出と足回りのセッティングと、うん、あとこの内装のこの赤、うん、もうアルピナじゃ絶対にないこの赤、うん、赤黒、もアルピナにこだわる、ね、はい、いやいや今回比較もありますか、比較もあるんだ、はい、どうなんですかこれ、迷うとこなんですか、いや迷わない、でも価格帯的にはそんなに遠からずじゃないですか、うんうん、はい、どうなんだろうね、迷わないんじゃないかな、車として全然違うから、まあね、なんかでも両方見ちゃうとなんかゆったりこう、うんうん、ラグジュアリーに走るのもいいし、でもあの乗り味って前期と後期でちょっと違うんだよね、はい、やっぱりそうなんすか、違う違う、あのね、後期の方がすごい滑らかな感じがしますね、はい、ああなるほど、うん、よりこう洗練されてる、洗練されてる感じで、けどアルピナのこう洗練された感じもこう、うん、いいなって思っちゃうんですよ、うん、だってコンフォートプラスっすよ、うん、でもこっちのこの乱暴な感じもなんかこう、うん、運転したら楽しいんだろうなと思っちゃいますよね、高速とかなんか行ってみたいですね、そうそう、だからスポーツ感、はい、が強いですけど、はい、どっちなんだろうな、でもなんかちゃんとこのオプションのこのレザーのパッケージですか、うんうん、ついてることで中の高級感すごいですよね、うん、これ高級感は本当にほぼレザーとカーボンですもん、中身が後期になってますね、ここね、後期が表示に変わってますね、へ、あっという間の試乗コースです、はい、いやもっとしょっくいってちょっとやりたいっすいやでももうこの低速でちょっとそこ法定速度グッて出すだけで、うん、もう全然違う車でこうスポーツな味付けになってるのはもう全然感じておりますよ、うん、はい、いや楽しい車ですこれ、なんすかねこうM2 とか M3 みたいなこう、うん、じゃじゃ馬感はない、じゃじゃ馬感というよりかはもう大人のなんか余裕のパワーと、うん、パワーとね、はい、けどこう時頃どころこう垣間見えるこの乱暴さと、うん、乱暴さと、またその、まあアルピナも比較されるけどやっぱり AMG とかも比較される部分があるけど、はい、なるほどなるほどなるほど、やっぱり全然そこが AMG の、はい、なんていうんですかね、そのじゃじゃ馬感とは違う、はい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 、スポーツカーの感じだよね、でまたポルシェともまた違って、はいはいはい、なんて言ったらいいのかな、本当に特徴がある、はい、うん、車になってると思います、ありがとうございます、はい、いや楽しかったです、はい、はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナ店より BMW M6 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。